さあドリブル持ち上がり吉田からパス、さあ加藤だ、シュート決まった、ゴール決めていきました、加藤純也の先取点。左サイド吉田抜け出していってのラストパスアシストということになりました。落ち着いてふわっと浮かしたようなシュート、ご覧ください。技術を見せました加藤、前半終了直前の時間にゴールを決めてきました。そしてこの